上シーバダム。上シーバダムは、宮崎県東臼杵郡シーバ村二級河川、耳川本流最上流部に建設されたダムである。九州電力が管理を行う発電用ダムで、高さ111.0メートルのアーチ式、コンクリートダム。日本で初めてとなる100メートル級の大規模、アーチダムで、その後の日本の土木技術に多大な影響を与えた、無である。 耳川水系の水力発電所群の中核を成し、ダムに付設する上椎葉発電所によって最大9万キロワットの電力を北九州工業地帯に送電する目的を持つ。ダムによって形成された人造庫は小説家吉川英治によってヒューガ椎バ湖と命名され、2005年平成17年に地元椎葉村の推薦によって 財団法人ダム水源地環境整備センターよりダム湖百選の認定を受けている。九州中央山地国定公園にも指定されている宮崎県北部の主要な観光地の一つ。かつて、峰川流域は九州地方でも極めて交通の便が悪い地域であり、最上流部の椎葉村とか流の日向市間の道路が開通したのは1933年、昭和8年のことであった。だが、 道路の開通によってかねてより放造水力の点で有力な地点であった耳川の電源開発計画は急速に進行することとなった。最初に耳川に目をつけたのは住友財閥であった。住友は耳川における発電用水利券を買収し工業地帯への電力供給を図るべく耳川の水力発電計画を立案した。しかし水利券をめぐる 他社間との係争もあり、最終的には、九州総電が水利権を取得した。これ以降、耳川における、水力発電所建設は進展し、1938年、昭和13年には当時日本で最も高いダムとなった原、塚原ダム、重力式、コンクリートダム87.0メートルが完成した。ところが今度は1939年、 昭和14年に施行された電力管理法によって、電力事業は国家総力戦の名の下で国家管理されることとなり、耳川を含むすべての水力発電施設と発電用水利権は日本発送電株式会社が保有することとなった。戦時体制振興の中、八幡製鉄所をはじめとする北九州工業地帯への電力供給が重視され、 さらなる電源開発が起とされた。この中で有力な開発地点として上ェシーバが選定されたが、選挙区の悪化によって計画は中断せざるを得なかった。戦後、荒廃した国土の一日も早い復興を図るためには、産業の復興と発展が重要となり、こうした県地からやはり北九州工業地帯への送電が重要視された。 日本初送電九州支店は1946年昭和21年には早くも現在のダムサイト地点において測量を開始し本格的な建設事業に乗り出したダム建設に伴い椎葉村の73個が水没することから保証交渉も行われたがこれも妥結し1950年昭和25年により九州戦後初の大規模土木プロジェクトである上 シーワダム建設事業が開始されたのある。計画の段階で高さが100メートルを超える大規模なものであったことから、日本初送電は海外技術顧問団、OC にダムの形式に関する助言を依頼した。当初日本初送電側は、塚原ダムの経験もあったことから、重力式、コンクリートダムの形式を想定していたが、 o しいの出した結論は、両側岩盤が堅固な花崗岩であることから、経済性に鑑みアーチ式コンクリートダムが妥当で、あるとの結論を出した。これに対し日本側は大いに困惑したという。アーチダムについては、海外で大規模なものが建設されていたが、日本ではアーチダムの建設はいくつかの理由で行われていなかった。一つは、耐震性の問題。 有数の地震国である日本では地震に対するアーチダムの影響性が未知のものであった。このため特に地震が頻発する地域、日向灘にそう宮崎県などで大規模アーチダムを設することに不安があったこと。二つ目に地盤に対する基礎的な対策や設計理論が発展途上であったこと。三つ目は特にタウ地域である九州に該当するが、 洪水処理能力に対する不安が払拭できなかったことが理由に挙げられる。すでに建設省中国四国地方建設局が島根県の日川本流に三成ダムが着手されていたが100メートルを超えるアーチダムの経験はなかった。だが、オシーはアーチダムが最も地盤の点でダムサイトに適しているとの結論を出し、最終的に日本で初となる大規模 アーチダムが着手されることなった。だが安全面で一末の不安が払拭できない。日本発送電側はダムの設計に際して様々な変更を行った。洪水処理のための洪水発揮に関しては、オシアンの中央腰流方式ではなく、日本案のスキージャンプ洪水発揮を採用。両岸から放流した水が跳ねて、谷の中央部でぶつかることで巨大なエネルギーを 総再指定体への影響を最小限にしようとした。さらに極めて硬い良好な岩盤であったが、ダム停滞の厚さをより厚くした厚肉アーチダムとしさらに現在の主流である、ドーム型ではなく直立した円筒型のアーチダムを採用することで、貯水時の莫大な水圧や地震に耐えうる形式とした。それだけ設計に慎重を期したことが伺える。 こうして高さ110.0メートルのアーチ式、コンクリートダムとして、ダムの骨格が固まり1950年に着工されたが、この頃日本初送電は、戦時体制に協力した独占資本であるとして1948年、昭和23年過度経済力集中排除法の指定を連合国軍最高司令官総司令部 GHQ から受け、 着工の同年には、ポツダム政令によって、電力事業再編令が発令。翌1951年、昭和26年に、全国9地域の電力会社に割り、民営化された。九州地方は、九州電力が発電、送電、配電事業をすべて継承し、ダム建設も九州電力が引き継いだ。1952年、昭和27年には、本体工事に着手。 4 0キロメートル離れた延岡市から建設資材を輸送したがアイロであったことから輸送は困難を極めた。さらに工事の進展に伴い様々な問題にも直面した。まず基礎岩盤を掘削したところ予想を超える劣悪な岩盤であったことからダムサイトの位置を変更し再度掘削を開始した。続いてアメリカから輸入した工作機械を用いて 工事を実施したが、現場では、重機の操作技術が未熟な作業員が多く、たびたび故障が発生した。そして最も工事関係者を悩ませたのは、毎年襲い来る台風であった。台風による機材の流出や人的被害を毎年、こうむっていたが、1954年、昭和29年9月の台風12号による被害は特に甚大で、 耳川上流域で総雨量700ミリを超える記録的な豪雨がダム現場を襲った。これにより建設中の上シーバ発電所が損壊した、ほか建設プラント等多くの資材が流出、損壊し、被害額は当時の額で4億円、工事進捗も半年遅延を余儀なくされた。だが肝心のダム本体は全く無傷であり、図らずもアーチダムの洪水に対する、 耐久性を証明することにもなった。数々の難工事を経て、1955年、昭和30年にダム、発電所は完成した。総工費約130億円、建設に従事した労働者のべ500万人と、九州電力の社運をかけたプロジェクトは大団円を迎えた。だがこの栄光の陰に、難工事によって105名の殉職者を出す結果ともなった。 関西寺ダム金坊には彫刻家、富永町道の作による仏教、キリスト教、水神の三女神像を混流した女神像公園が整備さ、公園内に慰霊碑が混流された。これは日本初送電時代からダム建設に携わった九州電力初代社長佐藤徳次郎やダム工事の共同企業体である鹿島建設、真組、熊谷組、奥村組の 各社長が摂取取って、尊い人命を失ったことへの痛恨と追悼の意を、米混流したものである。アーチダムの技術は上シーバダムより始まり、その後宮城県の鳴子ダム、エアイガは、建設省東北地方建設局では工事のすべてを、日本人の手でいった。さらにアーチダム技術も進歩しより、経済性に優れたドーム型アーチダムが、和歌山県の殿山ダム、 引き川、関西電力によって初めて採用され、やがて日本のダムの歴史に三々と輝く大プロジェク、ト、黒部ダム、黒部川、関西電力へとつながっていく。ダムに付設するエシーバ発電所は認可出力9万キロワットのダム式発電所である。発電所はダムより下流約5キロメートルの耳川沿いに建設され、北九州工業地帯への送電を行っている。 発電所は無人であり、日向市にある日向電力所から遠隔操作が行われている。この上シーバ発電所を含め、耳川水系では多くの水力発電開発が行われ、本流に6カ所、支流に2カ所の発電所、ダムが建設されている。川切りとなったのは1929年、昭和4年に九州水田が建設した西郷ダム。 20.0メートルである。その後1932年、昭和7年に、山すばるダム29.4メートルが完成。塚原ダムが1938年、岩宿ダム57.5メートルが1942年、昭和17年に日本発送電によって建設された。戦後には上椎場ダム完成の翌年1956年、昭和31年には、 大内原、大内バルダム、25.5メートルが完成し、1983年、昭和58年の最高発電所増設の完成を、もって、耳川の水力発電所建設は了した。上椎場ダムを除き、耳川本流に建設されたダムは、形式がすべて重力式、コンクリートダムである。なお、塚原ダムは2004年、平成16年、 国の登録有形文化財、建造物に登録されている。支流の柳原川には、九州唯一の中空重力式、コンクリートダムである、諸塚ダム、59.0メートルが1961年、昭和36年に、七津山川には日本で最も低いアーチダムである、宮の本ダム、18.5メートルが同年に、完成している。これらの水力発電所の中で、 上 C は発電所は最大かつ中心的な発電所として重要な位置を占めている。こうした電源開発によって、耳川流域の7発電所合計の認可出力は33万7キロワットとなり、九州有数の電源地帯に成長した。だが台風によって、たびたび発電施設への被害を受けており、対策に頭を悩ませている。特に2005年、 平成17年9月の台風14号では上、椎葉発電所がダム放流による浸水で、変圧器がショートによる火災を起こして故障。塚原、西郷発電所も浸水し、山須原ダムでは大量の流木がダムに押し寄せ水門の開閉操作に支障をきたした。これにより33万7千キロワットの発電能力が11万7千キロワットに減水する被害となり、 復旧作業が行われた。ダムによってできた人造湖は日向椎葉湖と命名された。2005年には椎葉村の推薦によって財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖百選にも選ばれているこの湖の名付け親、三国史、私本体兵器等歴史文学で多くのファンを持つ小説家吉川英治である。椎葉村は古くから 平家落ちうど伝説のある村であり、特に、鶴と姫伝説は名高い。これは、鎌倉幕府の命を受け当地に落ちうどがりに来た、那須大八郎が、平家の末裔である鶴と姫と恋に落ちるというものであり、幸せな生活を過ごしていたが大八郎は、幕府の命を受け、鎌倉へ戻ることにり、別れ別れになるという秘連伝,伝説である。吉川英治は、新。 平家物語を執筆した縁で椎葉村を訪れ、その際に命名したと石碑には記されている。ダム砂岩の女神像公園には、吉川英治が記号した、日向シ椎葉湖の石碑がある。日向シ椎葉湖は、九州中央山地国定公園にも指定されている。ダム湖は、ニジマスヘラブな鯉が釣れる釣りスポットでもあるが、特にヤマメについては、かなりの大物も釣れるという。湖 春の新緑、秋の紅葉が特に美しい。また、毎年7月下旬には、椎葉夏祭りが開かれ、ダム定上より打ち上げられる2000発の花火が湖に彩りを添える。ダム近傍には、鶴富姫伝説とか代わりの深い、鶴富屋敷、ナスケ住宅、国の十分家財があり、ダムと合わせて多くの観光客が訪れる。高千穂京や阿蘇山、 祖母山などに近いこともありこれらの観光地と組み合わせて観光客はダムを訪れている。ダムへは高千穂町方面より国道265号、日向市方面より国道327号を利用することになるが両国道ともア路であり、災害後は通行止めになることが多いので運転には要注意である。ただし国道327号については 岩宿ダムから塚原ダム間を除いて整備が完了している。また、高地方方面からは、日の影町と諸塚村を結ぶ林道、通称諸塚山スカイラインの方が整備されているので、初心者などはそちらを利用する方が安全である。ただし、岩宿ダムと塚原ダムの間は、未整備状態のままであり、移合の難しいカーブの多い断崖絶壁路が1 0トルほど続くので、 運転には最新の注意を要する。公共交通機関の場合は、宮崎交通バスで、日向市の日向バスセンターから、椎葉村行きのバスが運行されており、所要時間はおよそ2時間30分である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。